はい、グダグダ料理教室の第102弾、枝豆シフォンケーキということでですね、今ちょうど焼き上がりましたので、焼き上がりの状態を見てみましょう。そうで、ね、あとね、ちょっと、はい、これ冷まし方にも一つポイントがございますのでね、ちょっとこれで映るかな。はい、ちょっと待ってくださいね。では、これ熱いので、やけどをしないように注意してください。ちょっと緑っぽいですね。こんな感じで焼き上がりました。で、シフォンケーキというのは、このまんまで冷ましてしまうとシュンと沈んでしまいますので、このコップにちょっと、ね、ひっくり返して、よいしょ、冷ますという感じで、やちゃちゃちゃと、よいしょ。で、こんな感じで、よいしょ。あったあった。あった。はい。こんな感じでね、ひっくり返して冷ますようにしてください。ね、これでもね、この時も熱いですので、やけどをしないように。ね、私今ちょっとあちちなんてやってしまいましたけれども、やけどをしないように注意しながらこのような形で冷ましていきます。で、シフォンケーキっていうのはね、普通にこの型のままですね、型ひっくり返さずに置いておくと下の方にね、シュンと沈んでしまいますので、必ずこのような感じで、ひっくり返して逆さまにした状態で冷ましてから型から外すという感じで、はい、やっていきます。ということでですね、ちょっとじゃあ型から外したらまた仕上がりの状態を撮影した方が分かりやすいかなとも思いますので、一旦ここはね、終わりにして、またちょっと仕上がりの状態で、チャンスがあれば食レポ行こうかなって感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあそれでは一旦終わります。ちょっと分かりづらいかなと思うので、ちょっとだけこのようなコップに、ちょっと大きめのコップを台にして、このような感じで逆さまに置くといいでしょう。はい、では今回はね、ちょっとこの辺で終わります。